今年は2011年です。今月の14日は NHK がこちらに全国放送に見えます。郷寿流からはこちらの道場が今選抜されております。こちらには世界初の空手博物館も創設されておりますし、世界中の方々がお見えになるときに、博物館のみならず、外の方に出て空手の先生方や石碑とかを案内したり、あるいは琉球の歴史から見た沖縄の空手、そういうものも案内します。さらに体験、実技体験として、いつでもどの流派でも空手古武術を引き受けて稽古しております。で、稽古した暁には修了賞状ですね、修了賞ですね、それをあげたりしております。英語もある程度通じるかと思いますので、どうぞ安心して来ていただきたいと思います。さらに他には書道、いわゆるカリグラフィーも書いてあげたりもしておりますので、琉球の文化というのも一緒に体験いたしましょう。襲う敵あらば、守礼の国に神義あり、鉄の拳は完全と、肉を切らせて骨を打つ心。